はい、ございます。今日はですね、なんかこんな感じでちょっと久々にカメラを立ててなんか撮ってるんですけど、沖縄にまあちょっと前に移住したんですけど、その移住した時のですね、引っ越し代を、まあ13万ぐらいで、抑えることができたんで、まあ、その沖縄に13万とかまあそういう費用を抑えて、まあ、引っ越しをする方法ということで、まあ、ちょっと動画にね、しようかなっていう感じなんですけど、まあ、誰かの役に立つかなということで、まあ、撮ってますという感じですね。で、まずとりあえず自分はあの沖縄は今ここ那覇なんですけど、沖縄に来る前は、大阪の堺ってところに住んでたんですね。なので堺から、沖縄に移住したっていう感じなんですけど、とりあえず、まず最初に結論から言っとくと、引っ越し屋に頼むと、めちゃくちゃ料金高いです。で、自分の場合はたまたま、3月だったので、まあ、繁忙期ということもあって、まあ、見積もり的にはですね、その引っ越し屋さんの見積もりは75万とか、79万とかだったかな。で、まあ、大体あの見積もりサイトで見積もりを取ると大体大手が出てくるんですよ。例えばまあサイトとか、ハーフ引っ越しセンターとかマークとかで、この辺りで見積もり取るともう基本70万円台ですね。なんで、まあとりあえず金額がありえないので、まあ、引っ越し屋さんには頼まない方がいいですということで、自分は頼まずに、運びました。で、どうやってやったかっていうと、とりあえずですね、こんな感じで、全部荷物を段ボールに詰めて、U パックで送ります。で、これ見えてるの、これアートの段ボールなんですけど、こういった段ボールがメルカリで出てるんですね。10枚、まあ、500円から3000円ぐらいの範囲で。なんでこういうアートとか引っ越し屋とかを誰かが使ったのがメルカリに出てるから、それを段ボールを買って、それに全部詰めて、全部全て、箱に入れて U パックで送るっていう感じですね。で、これだと160サイズってやつなんですけど、U パックで160サイズを送ると、1個2400円ぐらいなんです、ね。だからこの中サイズぐらいの段ボールで2400円。で、これを、自分の場合は34個ぐらい送ったんですね。なんで、34×2400円は、81,600 円ですね。で、まあ、ちょっと正確に34個か何個か忘れたんですけど、まあ、そんぐらい。で、大体9万ぐらいかかりました、U パックで。30何個ね、荷物詰めて。で、自分の場合は、ダイビングやってるし、あとこういうパソコンも大きいのが2台あったりして、結構一人暮らしにしては、だいぶ荷物が多い方なんですけど、まあ、頑張って箱に詰めて、とりあえず U パックで送ります。で、家具なんですけど、U パックだと家具が送れないんですね。で、そうです。で、この荷物を、大阪から沖縄に送るときは、U パックが最安でした。自分が調べたところね。なんで、とりあえず、こう箱に詰めたものは全部 U パックで送ります。で、家具なんですけど、ちょっとカメラを切り替えて、やりますけど、はい、家具なんですけど、家具を梱包するときはもうそんな難しいことを考えなくて大丈夫かなっていう感じで、これとかは棚なんですけど、もうとにかくこうやってスーパーとかでもらってきた段ボールをこうやって継ぎはぎして、とにかくこれを包みます。こんな感じで。で、あとは、ここの部屋にあるこのダイビングのカメラとかを入れる棚なんですけど、これもこんな感じで、もうとにかく段ボールを切って継ぎはぎして、ガムテープで、こんな感じで包むと。で、こうもう何個かちょっと開けちゃってるやつとかあるんですけど、こういうテーブルとか、はい、こういうのも全部こんな感じで、足外せる場合は足を外してうまく、なんていうんだろう、綺麗にやって、こんな感じで段ボールを継ぎはぎして梱包すると。まあ、自分の場合結構適当だったんですけど、傷めたくない場合は、こんな感じでやった方がいいと思います。はい、そんな感じで家具を全部梱包します。で、家具の場合は、ヤマトは高いです。黒猫ヤマト家財便っていうのがあるんですけど、それは結構高いので、それはやめた方がいいです。
で、あとゆうパックは送れないということで、家具はですね、佐川急便で送ります。で、佐川急便のラージ飛脚便っていうのがあるんですね。あのでかい荷物専用の、それは縦横、奥行き、じゃあ縦横高さか、まあ3辺の合計が2メーター30ぐらいまでは確か送れるんですね。で、料金がそんな高くないんですよ。普通郵便よりちょっと高いぐらいで送れるので、家具は、今動画で撮ったようにとりあえず全部梱包して佐川で送ります。で、自分の場合はそのまあ一人暮らしでそんな高い家具使ってないんで、もう本当に、なんて言うんだろう、買うよりは、現地で買うよりは送った方が安いなって場合は送った方がいいと思います。なんで自分は、あんまりでかくて逆に向こうで買ってもそんなにしないだろうなってやつとかは捨ててきました。で、本当に使うやつだけ、こういう机の下に置くこう引き出しとか、そういうのは全部梱包して送ってます。で、佐川で、そんな感じで家具を、いくつだっけな、10個ぐらいかな、テーブル、こういうテーブルとか全部梱包して佐川で送って、それが、3万から4万ぐらいだったんですね。だから段ボールは U パックで9万円ぐらいで、家具は佐川で、3万から4万ということで、まあ大体13万から14万ぐらいで荷物を全部、沖縄に送ることができたという感じですね。で、まあ引っ越し屋に頼むと、そのさっき言ったようにマジで信じられないぐらいの値段取られるんで、まあおすすめはしないですね。はい。で、まあ一人暮らしとかそんなに高級な家具を使ってない人の場合は、もうそんなにお金がかかるんだったら正直現地で一回捨てて現地でもう一回買った方が安いので、あのさてやった方がいいかなと思います。ということで、まあ、今のが、引っ越し代、の話ですね。で、次がですね、車を持ってる方なんですけど、自分が使った大阪から沖縄まで車を送る業者は、名前ちょっと忘れちゃったんで、後で、あの、下の説明欄のところに書いておくんですけど、まあ、車を送る業者もいろいろあってですね、本当は後ろの車の中からじゃなきゃダメなんですけど、業者によってはですね、まあ、ちょっとぐらいだったら目をつぶりますよとか、半分ぐらいだったら目つぶりますよみたいなところが、まあ、ちらほらあって、で、自分がお願いした業者は、後ろ半分ぐらい、後ろのガラスがから上にはみ出ないぐらいだったら、半分ぐらいだったら積んでも大丈夫ですっていう業者だったんで、とにかく、こういうさっき言ったような箱に入れるとすっごいガサバる、なんて言うんだろう、変な形してるやつとか、捨てたくないんだけど、なんか入れるにもガサバって入れにくいみたいなやつは、もう全部車に積んで、それでこっちに送ってます。そうやってやると、U パック代も、安く済ませるので、まあ、そうやって送りましたっていう感じですね。だから車を持ってる方は、そういった業者、説明欄に書いておくんですけど、そういった業者で車にある程度積んで、なるべく送る荷物を少なくして、送ると楽かなっていう感じですね。はい。で、あと飛行機代か。飛行機代は、まあ、ピーチの片道で十分かなと思います。はい。っていう感じでやれば、そんなに移住費は高くないのかなっていう感じですかね。はい。まあ、これ本当自分の場合は、一人暮らしにしては、相当荷物多い方なんで、普通の人は基本的にこんなにないと思いますんで、まあ、なるべく安い、そういうUパックとかで、送るようにした方がいいと思いますね。はい。で、あとですね、で、あと、まあ、ちょっと補足なんですけども、自分の場合は、本当にずっとパソコンをやってますんで、とにかくインターネットが使える家じゃなきゃ嫌だったっていう、ところなんですけど、まあ、ここの物件は、まあ、ちょっと海が見えるんですけど、ちょっと今。はい、ということで、ベランダからの風景なんですけど、これ海です、ここがね。ここが海で、ゆーっと行って、ここにもちょっと海が見えるとか、まあ、これ全部こう、
運河というか向こうが海でこっちが港になってるっていう感じで、建物で見えないんですけど、まあこう全部海ですね、こっちが。はい、っていう感じで、まあこんな感じで、あのちょっと海も見えて、でここ中もリノベーションしてあって、リノベーションというか、まあリフォームしてあって結構綺麗になって気に入ってたんですけど、とりあえずですね、そのネットが使えるかどうかっていうのは、ネットやる人は事前に必ず確認した方がいいですね。なんかこっち来てから思ったんですけど、結構その古い建物が多いんですよ。で、あの都会だったら、なんて言うんだろう、インターネットの基盤がマンションに入ってて、でインターネット会社に電話して、あの引っ越しの考えてる物件があってネット使えるか知りたいんですけどって言ったら、まあ教えてくれるんですけど、で大体、すぐマンションタイプっていうのが入っててすぐ使えるんですけど、ここの物件はですね、そのマンションタイプは使えませんって言われて、で現地調査しないとそのネットが開通できるかどうか分かりませんみたいな感じで、とりあえずその開通の調査に3週間ぐらい待たされて、でやっと調査が終わって、今度は2週間後にネットの工事があるんですけど、まあ、そんな感じでとりあえずインターネットが使えるかどうかっていうのは結構怪しい物件があるので、必ず確認した方がいいかなと思いますね。結構ネット後で使えませんってなったら結構きついですよね。なんでそんな感じで事前に確認した方がいいかなと思いますね。はい、まあ、そんなところかなっていう感じで、まあ段ボールはとりあえず、メルカリで、こういう誰あの使用済みの誰かが使ったやつの段ボールが出てるので、それを、買った方がいいと思います。でホームセンターとか行くと、なんていうの、あの140サイズとか U パックでいう140サイズとか160サイズとかっていう、なんていうの、ぴったりサイズの、そのサイズぴったりの段ボールが売ってます。こんな感じで、だからそれを買うのもありかもしれません。なんかこのアートとかの段ボールだと、U パックでいうところの、例えば140とか160とかあると思うんですけど、ちょっとそのサイズ感が中途半端だったりして、なんて言うんだろう、ちょっともったいないっていうか、はい、だから160サイズまでだったら、160ぴったりで使いたいのに、若干なんかちょっと150ぐらいみたいな感じだったりするので、まあ荷物が少ない人は本当にホームセンターとかで本当ぴったりサイズの、これだったらこれは160サイズなんですけど、まあ、こういうのを買って送るのもいいかなと思いますね。はい、っていう感じでやれば、そんなに高い移住費じゃなかったかなと。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう。で、あと自分の場合はですね、まあ、男の一人暮らしっていうこともあって、まあ、本当骨董品みたいな冷蔵庫と、昔、10年前ぐらいに、あ、違う違う、29ぐらいの時に、オーストラリアから、留学してたオーストラリアから帰ってきて、リサイクル屋で買った、1万5000円ぐらいで買った洗濯機を10年間ぐらい使ってたんですけど、その洗濯機と冷蔵庫はもう全部捨ててきました、大阪で。で、あ、そうそうそう、思い出した。で、その、引っ越し前の荷物を捨てるとかっていう、不用品回収とかっていうのは、暮らしのマーケットで頼むと結構安いですね。暮らしのマーケットで検索したら出てきて、まあ、その 業者じゃない個人でやってるような人たちが、やってくれるようなサービスなんですけど、例えばエアコンの取り外しとか、なんだろう、不用品回収とか、そういうのはそういったところに頼むと結構安いです。はい、まあ、そんな感じで、冷蔵庫もう本当に送るよりも買った方が安いんだったら一回捨てて現地で買った方がいいかなという感じです。はいはい、まあ、そんな感じでとりあえず、沖縄に、まあ、13万とか14万ぐらいで引っ越す方法ということだったので、まあ、これから沖縄に移住しようと思っている方は、まあ、参考にしてくださいということで終わりたいと思います。ということでお疲れ様でした。